ビットコインがついに4万ドルを超え、今現在4万2000ドルという水準まで上がってきております。この背景でどんなことが起こっているのか、そして今この4万2000ドルというレベルは、ビットコインのマーケットに対してどういう意味があるのかというところも今日皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。あとはですね、非常に有名な金融機関の CEO の方がですね、 え、なんと、クリプトカレンシーを持っていたというようなニュースも出てきました。彼がどんなクリプトをですね、持っていたかっていうのも皆さんにご紹介をしていきたいと思いますし、あとはですね、このタイミングで、オンチェーンのデータをいくつか皆さんにご紹介をして、マーケットの環境ですとか、まあ今、どういうような機関投資家が、このビットコインというマーケットをどういうふうに見ているのかとか、まあ、そういったこともですね、少し皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っております。で、まずはですね、こちら、ヒートマップの方を見ていただきたいんですが、 もうビットコインのですね、ま、ある意味その独壇場みたいな今感じになっています。ビットコインは大きく上昇して、今現在も42000万2千ドル近辺で推移をしているわけなんですが、それ以外のアルトコインに関しましては、大きく上昇した局面ももちろんあったんですが、まあ、その後ドーンと下に大きく下がっていたりとか、まあ、一旦ですね、1日の間で大きく調整があった通貨も非常にたくさんありまして、ビットコインの強さというところが改めて際立った1日になったんじゃないかなと思います。あとはですね、ここ最近やっぱり、 え、アルトの強さとかっていうところも一時期見えてはいましたが、やっぱり今日のパフォーマンスを見て、え、アルトコインから離脱して、またビットコインの方に乗っかってっていう人たちも、まあ、結構多く出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりですね、まあ、今アルトがどうこうとかっていう話よりも、もうビットコインがどこまでいけるかっていうところの方が、マーケットにはですね、すごく重要な要素になっているんじゃないかなというふうに思いますので、まずはですね、ま、あもちろんアルトだったりとか、まあ、あ ビットコイン以外のものに仕込んでいくっていうのも非常に、まあいいというか大事というか、あのいいと思うんですけれども、やっぱり今日の動きを見てもわかります通り、ビットコイン単独で6%上昇している中で、その他の通貨が例えば3%とか2%とか、まあそういったぐらいしか上昇していない。もしくは一部に関しましては、下落をしている中で、やっぱりビットコインをですね、あの差し置いて他のところに対して、 まあ大きなアロケーションをですね、まあ入れておく、置いていくっていうのは、まあなかなかちょっと今のタイミングではリスキーというか、あまりリスクリワードが正直、まあ合わないっていう部分も、まあ短期的には一定程度あるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ引き続きビットコインを中心とした展開というのが続いていくんじゃないかなというふうに思います。まああとはですね、こういったタイミングで新たにですね、ビットコインを投資してみようかなというふうに思ってくださった方、そしてこのチャンネルにですね、行き着いてくださった方非常に多いかと思うんですが、まあ今ですね、概覧の方に 僕が使っていておすすめのですね、仮想通貨の取引所がありまして、バイビットに関しましては口座解説していただいて、入金額に応じて最大450万円だったりとか、あとはズーム X に関しても入金額に対して100%のもの、そしてビットゲットに関しても え、取引、そして、ま、入金口座、解説とかっていうところで折り合わせて、大体いい今1万5千分ぐらいのですね、取引ボーナスがもらえるキャンペーンもやっていますので、ぜひですね、こういったところを利用しながら、皆さんのですね、お金も、ま、効率よく運用していくということを心がけてやっていただけると、より良いですね、資産運用というものができていくんじゃないかなというふうに思っております。 はい。で、まずこちらの方から見ていきたいと思うんですが、今現在ですね、ビットコインが大きく上昇している中で、マーケットニュートラルというですね、戦略を使って、ビットコインのですね、あの、ちゃんと利益を、ある程度そのリスクを低く、ちゃんと確定しに行くっていう手法がですね、流行ってますよっていうか、まあ今注目されてますというのが、こちらの記事に待っているんですが、まあこれどういうことかっていうと、今のですね、現物の価格と、え先物の,の価格の価格差っていうものがありますよね。で、これをですね、 ある手法をすることによって、もう完全にですね、ロックすることができるっていうのが、まあ一つ戦法としてありますと。で、これどういうやり方をするかっていうと、先物取引で、例えば、これは、あの、期限がないやつではなく、期限があるやつで考えていただきたいんですが、まあ例えばですね、年末までのビットコインの価格と、現物の価格がですね、まあ今日のタイミングで言うと10%ぐらい跳ねてたらしいんですよね。で、それどういう意味かっていうと、現物を今買っておいて、 え、先物をですね、売っておく。そうすると、この二つの価格差っていうのはですね、この先物の,の、えー、最終的なその期限のタイミングで、同じ金額になるはずなんですよね。なので、今のこの10%の差額っていうものが、現物を買って先物をショートしておくことによって、まあ、例えば1ヶ月後とか、2ヶ月後、この先物の,の期限が来るタイミングで、ちゃんとですね、ま、あの、確定できるようになるということで、まあ、こういったですね、今、取引っていうのが、 ま、結構流行ってるというか、今、できるような状況にありますと。これなぜかっていうと、まあ、先物取引に関しましては、手元にお金が、まあ、そんな全額なくても取引できるような商品じゃないですか。なので、手元にですね、少ない金額で、レバレッジをかけて取引したい人っていうのは、まあ、こういったですね、先物を使って取引をしてるわけなんですよね。で、今、大きくマーケットが、ま、勢いよく上がっていってるということもあって、 現物のマーケットと乖離をしていたとしても、そこにですね、激しい買いがボーッと入っていくことによって、現物との価格の乖離っていうのがどん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 開いていくんですね。で、これを逆手にとって先物を売って、現物を買っておく。そして、この差額っていうのをですね、この先物の最終的な期限のタイミングで、しっかりと確定するっていうのが、一つのこのマーケットニュートラルという戦略で、非常に有名なものなんですが、こういったものをですね、皆さんもしかするとやれないかもしれませんが、 こんな形で取引をですね、する人たちっていうのが、まあ今出てきていると。で、これが何を意味するかっていうと、これまではですね、こんな現物の価格と先物の,の価格の差っていうのがですね、出てこなかったんですね。まあつまり、もうこのビットコインのマーケットに対して、期待を持ってですね、入ってくるような方々がそんなに多くなかったりとか、まあ入ってきたとしても、まあそんなにやっぱり、 先物取引をですね、まあ、勢いよくガン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 やっていく人たちというのが、これまでいなかったということで、かなりマーケットの環境っていうのが変わってきたっていうのもですね、まあ、こういったニュースからもわかるんじゃないかなと思いますし、おそらく今後、こういった戦略をとってですね、どん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 先物取引をこういった形で使っていく、あのただ単にスペキュレーションみたいな感じで使っていくわけじゃなくて、 え、こういった形で、え、現物との帰りをですね、取りに行くみたいな、そういったことをですね、やっていく人たちも増えてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、興味あるよっていう方はですね、ぜひ、まあ、ちょっと調べてみて、え、どんな手法でやるとできるのかなっていうのは、考えていただけばいいんじゃないかなと思っております。はい。で、ついてなんですが、これですね、すごく面白いニュースだなと思いまして、え、世界的にも有名なフランクリン・テンプルトン、約ですね、75年前ぐらいにできた、まあ、アセットマネージメントの会社なんですけれども、ここの CEO がですね、ビットコイン、 イーサーそしてユニスワップ、そしてスシスワップのですね、トークンを持っているということを発表しました。で、このフランクリンテ、フランクリンテンプルトンなんですが、先日もですね、ビットコインのスポット ETF の申請というものを出していて、かなりですね、やっぱりビットコインに対して会社として興味を持っているというようなところなんですけれども、まあ、ここの、ね、やっぱり CO がですね、こういった形でクリプトを持っているというのは、まやっぱりもう本当に伝統的な金融機関の CO ですら、 まあこういったクリプトに対して、まあ、いわゆる投資をしているとで。もちろん大きな割合を彼らは持っているわけじゃないというふうには言っているんですが、まあ、彼ら自身がこういったものを持っているということ自体がすごい大きなメッセージだと思うんですよね。で、先日もいろんなところで話をしていましたが、ブラックロックの CEO のですね、ラリー・フィンクさんも今、もうビットコインに関しては、 えー、安全資産だというふうに言ってますよね。で、かつ、ここ最近に関しましても、まあ、やっぱり今、株式のマーケットが少し上値が重くなってきたりとか、ちょっと世界情勢が不安定になってきたタイミングで、ビットコインが実際に買われていたりもするので、ビットコインはですね、アセットポートリオンの中の一部として入れておくっていうのは、まあ、かなり普通にもう理にかなっているような行動として、 世界ではもう認められ始めていると思います。で、皆さんの中にはまだちょっとビットコイン怖いなとか、ビットコインで本当に大丈夫なのかなっていうふうに思っていらっしゃる方がいるかもしれませんが、もう世界の、まあ、トップの金融機関の人たちの間でも、やっぱりビットコインをですね、ポートリオンに入れるっていうのはもう当たり前になってきている。そして、これはですね、金融機関のトップだけじゃなくて、もちろんイーロンマスクですとか、本当に世界的な企業のトップに関しても、 ビットコインをポートリオンに取り入れて、そして、それらをですね、自分たちの事業の、えー、まあ一つの戦略として組み入れているっていうのも実際にもうやり始めているということで、えー、日本にもですね、そういった波が今後入ってきてもおかしくはないと思いますし、そもそもやっぱり我々のような、まあ一般の投資家にもですね、もう触れやすい環境に非常に今あると思いますので、えー、ぜひですね、皆さんまだビットコイン買ったことないよって方は、まあ、試しに一回買ってみるっていうのもですね、やってみるべきなんじゃないかなというのは思います。はい。で、続いてなんですが、 え、ビットコインはですね、この42000万2千ドルというところで、え、クジラの人たちがですね、ま、大量にビットコインを売却したというニュースが出てきていました。これは、え、この42000万2千ドルっていうところが、ま、一つやっぱり大きな節目であるというふうに言われていますと。で、これなぜかっていうと、過去のチャートをちょっと見ていただけるとわかるんですけれども、ま、過去のこの黄色の線が42000万2千ドルなんですが、あの、上昇局面のところでも、え、旦え、レジスタンスになっていったりとか、ま、あとはストップをですね、 え、まあ、トリガーになるような水準になっていたりとか、まあ、これ逆に下落するタイミングで、まあ、一つ節目となっていた水準にもなっていた。で、この後一旦反発するタイミングでも、ここは頭を抑えられていたりとか、もう何かとですね、この4万2000ドルっていうのは、過去の動きを見てみると、まあ、結構な重要なポイントとして扱われていたということで、まあ、一旦利食いが、約30ミリオンぐらいですね、日本円で言うと約50億円ぐらいの売りが入っていたというふうに言われていて、ここです。まあ、そういった意味もあって、 え、一旦、ま、4万2000ドルで、ストップしたというのが、ま、あったそうなんですけれども、ま、継続してですね、このあたり、4万2000ドルに関しては、え、トライをし続けるんじゃないかなというふうに思っています。というのも、ま、今ですね、あの、ビットコインを正直売りたい人っていうのが、もう限りなく少ないと思うんですね。え、短期的に、え、ートを入れて、え、ゲラクティを狙ってるっていう人も、ま、いるかもしれませんが、ま、それよりも、ま、今日のように大きくドーンと、ビットコインがぶち抜けていって、 え、上昇していくっていうところを取っていく方が、まあ正直可能性が高いというかしっかりと幅が取れると思いませんか僕もですね、やっぱりここでショートをするっていうのは、まあちょっとナンセンスだなと思いますし、やっぱり今どこまで上昇するかわからない中で、皆さんがポジションを取ったりとか、そして来年ビットコインのスポット ETF の承認、そしてビットコインの半元期が来たりとか、もろもろ本当にポジティブな要素しか今ない中で、 ここでショートをしていくっていうのはですね、ちょっともったいないなというふうには思うんですよね。まあ、さっき言っていたようなビットコインを買って、期限付きの先物をショートしてこの10%を取りに行くとかそういう戦略であればまあいいかもしれませんが、まあ、ちょっとですね、加速的に大きく上がりすぎているので、まあ、ここでちょっとショート入れとくかなみたいな、まあ、そういったちょっと軽いノリでのショートみたいなっていうのは、まあ、ちょっと今はなかなか難しいなというところと、まあ、あとは本当にそういったショートを置いていることによって、 えもう、あの、何てうんですか、ショートカバーを無理やりさせられる、強制的に買い戻されるっていうことをですね、させられているような投資家っていうのも非常に今続出してきていて、それがですね、逆に今のこの上昇の起爆剤になっているので、まあ、それの起爆剤の一部にならないようにですね、ぜひ気をつけていただければと思っております。 はい。続いてはこちら見ていきたいと思うんですが、バイビットを通じてですね、期間投資家の人たちが今、まあもちろん投資をしているわけなんですが、まあ、彼らのですね、データを見てみると、本当この1、2ヶ月ぐらいで、ビットコイン、そしてイーサーに対して期間投資家が試験をですね、急激に入れ始めているというのがわかるというのが、まあデータとして、彼らが今出してきていますと。で、ちょっと見ていただきたいんですけれども、ちょっとこれ分かりづらい、あの一つ、えー、チャートかもしれませんが、 この黒がですね、機関投資家のビットコインの保有割合に今なっていますと。で、この緑がバイビットの中の VRB のトレーダーの人たち。そして、この緑、紫かな紫の人たちが今一般のトレーダーの人たちということなんですが、この帰りがですね、大きく始めたのが8月ぐらいなんですよね。 ただやっぱりこの2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、期間投資家の人たちの資金の入りっていうのが、一気に入っているというのが、これにわかると思います。で、もう一つこれで考えておきたいのが、あの、VIP の人っていうのも、まあ、中心はリテールなんですよね。で、このリテールのトレーダーの人たちっていうのが、まだまだ全然リスクを取り切れてないっていうのが、この数値を見てもわかるんじゃないかなというふうに思っているのと、あとはですね、期間投資家の人たちの、 え、リスクテイクのペースがもうあまりにも早くて、もうこの帰りがですね、どん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 差が開いていってると。で、今の状況って、基幹投資家の人たちがメインでビットコインって上がっているじゃないですか。で、これまでビットコインのマーケット、仮想通貨のマーケットっていうのは、リテイラーの人たちを中心としたフローがですね、大きくマーケットを動かしていたっていう背景もあるので、かなりですね、マーケットの、えーまあ、環境みたいなものは変わってきているんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはまだまだ このリテールの一般の人たちがですね、このマーケットに入りきれてないっていうのも実際にあるんじゃないかなと思いますので、まだそういった意味では上昇予知っていうのは、ええ、まあある程度まだまだ、まあある程度というかかなりまだあるんじゃないかなと思いますし、ここに入ってきている機関投資家の人たちの割合に関しても、まるですね、本当にコンサバな伝統的な金融機関の人たちっていうのは、もう入ってきれて全く入ってこれてないと思うんですね。なので、今後ですね、やっぱこういったところを考えてみても、 まだまだビットコインに対して、資金の流入っていうのは、さらにもっともっと大きな規模であると思いますし、これがですね、単発的に終わるっていうよりも、継続的にやっぱり期間投資家のお金って入ってくると思いますので、かなり長い間、こういった資金の流入っていうのがですね、特に2024年、2025年に関しては、ついていくんじゃないかなというふうに思いますので、そういったところをですね、期待をして、僕もまだ投資を続けていきたいなというふうには思っております。 はい。続いてこちら見ていきたいと思うんですが、以前はですね、ビッダオという名前で運営をしていたエコシステムがあるんですが、これがですね、マントルという名前に変えて、まあ、今活動をですね、まあ、改めてしているわけなんですが、ここはですねリテ、リキッドステーキングプロトコルというものを今回、ロ、えー、ーンチをしました。これ何かっていうと、イーサをですね、預けることによって、m e サというですね、まあ、あの引き出しをするに、引き換え券のようなものをですね、まあ、発行しておくと。で、それを まあ、もともとそのイーサーを預けて、まあ、あの、この m e ーサっていうのを受け取るわけなんですけれども、この m e ーサ a を持っておくと、え、もともと預けておいたイーサーに対して、まあ、だいたい今4%弱ぐらいのですね、え、イールドが、まあ、イールドというのは金利ですかね、がつくというような、まあ、今、仕組みになっているので、まあ、ただ単にイーサーを持っているっていう人は、まあ、このマントルですとか、他のところでもいいんですけれども、まあ、こういった、いわゆるそのリキッドステーキングというですね、自分の持っているイーサーを預けて、 え、それの引き換え券のような、ま、いいさをですね、またもらう。まあ、こういったのをですね、仕組みとして、リキッドステーキングというふうに言っているんですが、まあ、こういったところをですね、一つ利用していくっていうのも、まあ、いいんじゃないかなと思いますと。で、今日なぜこれ、マントルをですね、改めて、え、このチャンネルでご紹介したかっていうと、マントルっていうのは、あの、DAO の中ではですね、かなり珍しいほど、もうお金がですね、めちゃくちゃ手元にある、え、DAO なんですね。で、こちらにもあります通り、 え、アセットとしてですね、彼らが持っているのは、470ミリオン分のイーサーと、200ミリオン US ドル分のステーブルコインなので、まあ、約1兆円じゃない、えっと、1000億円ぐらいか。今、ダホの資金としてあるんですよね。ダホでこんなにお金持ってるっていうのは、もう世界のどこを見てもまずないんですね。なので今後、彼らがどういうふうな、まあ、そのエコシステムの開発をやっていくとか、また彼らはですね、自分たちの中で、ま、ファンドを持っていて、 そのファンドを通じてエコシステムで開発をしてくれる人たち、まあプロジェクションに対して投資をしていくってことをですね。まあ今もやっていて今後もやっていくわけなんですが、まあこれを使ってですね、どういうようなエコシステムに、このマントルがですね、まあ発展していくのかっていうのは、まあ改めて結構面白いなというふうに僕は思ったので、今日今回ご紹介をさせていただきました。で、この MESA っていうんですね、マントル、マントルのプラットフォーム上で e ーサを預けてその代わりにもらえる MESA っていうトークンを 他のプロトコルに持っていくと、20%とか30%で運用ができるようなですね、仕組みっていうのも今マーケットにはあったりもするので、結構ですね、この、ただ単にいい差を持っていてどっかに預けるっていうよりも、まあ、一旦ですね、こういったリキッドステーキングの仕組みを使って、またそのトークンを別のところに預けることで、よりですね、たくさんのイールドをか稼げるような仕組みにも今マーケットではなっているので、まあ、こういったところも試してみるのも一つ面白いんじゃないかなというふうに思っています。 はい。で、一応ですね、ちょっとチャート皆さんと一緒に見ていきましょう。えー、こちらがですね、先ほど見たビットコインのチャートで、まあ現在も今4万1 9 0 0 4万1900ドル銀ペンとなってますね。はい。で、あとはですね、見ていきたいのが、まあイーサー見ていきましょう。で、こちらがですね、イーサーのチャートになっているんですが、まあイーサーに関しましても、え、ちょっとですね、ここ最近と、あの、まあ上値を抑えていたような水準というところを抜けてきたというような感じは、まあ、あるのかなと思いますと。 で、あとはですね、過去、イーサーが、え、サポート要因になっていたような、まあ、サポート水準になっていたところにも今、まあ、現在あるので、え、このまあ、このまあ2、22,050ドルとか、2300、えー、2000、すいません、え、2250ドルとか、え、2300ドルとかですね、まあ、このあたりの近辺っていうのをまた、上抜けしていくことによって、え、大きくですね、まあ、イーサーというところにも弾みがついていく可能性もあるんじゃないかなというふうには思っております。はい。まあ、あとはですね、その他のあるところに関しては結構もう、 そう崩れしているような感じもあったりとかしていて、今日結構ですね、ちょっと目立ったのが、このブラーというものがあるんですけれども、今日のですね、1日の動きを見ていただくと、こんな感じで大きくドーンとチャートが崩れるような局面もあったりとかして、これがですね、結構いろんなトークンであったんですよね。例えば他には、皆さんもご存知のステップのですね、GMT トークンとかに関しても、こんな感じでドーンと下がっていたりとかしていて、結構ですね、これで、 えー、レバレッジ取引をしていた人たちが、ま、借られてしまった、もうポジションをですね、制裁されてしまった人たちも結構多かったらしいので、ちょっとですね、こういった突発的な動きっていうところにはですね、気をつけておくべきなんじゃないかなと思います。なので、まあ、こういったですね、ボラティリティが出始めていますので、高いですね、レバレッジっていうのは気をつけていただきたいのと、ま、あとはですね、あの、自分がわかる、その取引をして、 えーまあ、こういう動きをするだろうなっていうところもそうですし、まあ、こういう材料が待っている、こういったニュースが今後出てくるとかですね、まあ、ある程度そういったものを理解しているトークンを、まあ、しっかりとですね、中心に資産運用していくっていうのはすごく重要なポイントなんじゃないかなと思いますので、まあ、そういったところも気をつけながらですね、ぜひ資産運用していただければと思っております。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、いよいよですね、ビットコインが4万2000ドルまで到達して、さらに上昇していくのかどうかみたいな感じに。 なっていますが、もう本当にもうバブルかどうかとかっていうよりも、もうバブル始まってるよねみたいなのが、もう多くの方の、え、一つのその考えの中に入ってきているんじゃないかなと思っています。ただだからといって、じゃあ回転等なのかっていうと、まだまだそういうわけでは正直ないと思うんですよね。っていうのも、え、ちょっとですね、あの、オプションのマーケットとか見てみると、え、年末というタイミングで、ま、結構プットオプションも買われていて、 まだまだやっぱり短期的なダウンサイドのリスクの警戒感っていうのはあの、マーケットの中には残っていますと。なので、上しか見ていないっていう人が、まあ、上しか見てる、上しか見てない人がいないっていうよりも、まあ、やっぱり、まあ、ヘッジもそういったポジションで入れながら、あの引き続き警戒しながらですね、マーケットでポジションを調整しながら、アップサイドを狙っていってるっていう人が、基本的には多いのかなと思います。なので、 ただ単にもうみんながビットコインを買いまくっている、買い続けているみたいな感じのマーケットでは、あの、まだないというか、あの、ま、そういう状況では、えまだほど遠いと思いますので、まだまだそういった意味では、本格的なバブルっていうのはこれから来るんじゃないかなと思いますし、僕はですね、バブル相場っていうのは、もうアメリカのですね、金融機関が、あの、金融政策か、金融政策変わって、金利が下がってきて、 初めてやっぱ起こることだと思うんですよね。なのでまだまだやっぱりほど遠い、えー、しばらく時間がかかるようなことなんじゃないかなと思いますので、まあ、今からちょっと入るの遅すぎるかなとかっていうよりも、僕はまあそういうことではないと思ってます。なので、まある程度、あの、急いでポジションを積み上げていくっていう必要はないというかリスクがやっぱ高いと思うので、定期的に買いながらビットコインをですね、積み上げていくっていうことを意識しておく必要があるというか、まあその方が、 まあいいんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。